じゃーん、うん、おはよう。わ、ギフトありがとう。ファイト。おはようございます。おはよう。朝だからコンタクトをしてなくて全く目が見えてないんですけど、こんなに近づかないと見えません。ハートとファイトありがとう。おはよう。部屋暗い、電気つけてない、まだ。起きた、起きました。皆さん起きましたか？6時半はさすがにやっぱ無理だった。本当ありがとう。ポーちゃんおはよう。ポーちゃんはね、おはようじゃない、もうポーちゃんずっと夜中活動してた。もうなんなら今からお休みだね。夜勤でした、ぽーちゃん。夜勤お疲れ。なんでこんなに早い、今日夜があんまできないかもしれないので、そうなのでこの朝にやっとこうというわけでございます。いやね、そう、私もうポコちゃんが枕元にいるんですけど、すごい回る回るで、そう、ポーちゃん夜勤でした。もう今も回ってます、まだ夜勤中、夜勤明けです。ありがとうございます。私寝たよ、寝たけどなんか何回か起きましたね、ポコ太郎の音。かわいい、ありがとう。あら、今も回ってます、わかりますか？ちょっとポコちゃん映してみようか、待ってね。朝ポコ、あれ、どこおる？あ、そんなところにポーちゃん見えますか？暗いんですけど、あ、おはよう。おはぽーちゃん。ああ。おはよう。あ、これ回ってる回ってる。ああ。めちゃめちゃ回ってるんですよ。活動的でしょ。ねえ、すっごいいっぱい動くんですよ。回る。ぽーちゃん、ちょっとまだ暗いですね。なんか部屋がね、暗いと回るらしくて、私が電気を夜消した瞬間に回り始めたんですよ。頭になんか乗っとる。頭にかいじゃろ、あれが水。おー、これポーちゃんの家。かわいい、ありがとう。なんかね、そう、夜が活動時間帯らしいんで。ポーちゃん、もうなんか私の顔面映すよりもずっとこうやってポコを映しといた方がそう映える気がする。ああ。なんかポコちゃんね、なんかすっごい速度で回るんだけどね、なんか自分の回さに追いつかなくなって、たまに自分も一回転するんですよね。おーおー、何があったんだっていう感じの音。やばくない？ずっとこれなの。ポーちゃん、といった感じです。回ってます。
れない、なんかすっごいなんかその野生ハムスターとかって移動距離がすごいらしくて、洗濯機みたいな音なんだけどなんかね、そう野生のなんか本能らしいですよ、その走らないといけないっていうのは。うんね、もう多分疲れるとかいう次元じゃない。ゴーゴー言うとります。なんでこった人生走りっぱなし。そうだよ、イメージから出してこうぜ。ここどこ？私の家です。今しかも布団の上にいるの、私の。いつ返すか？今日の夜くらいにはポコちゃん多分帰る予定なんですけど、これからそう名古屋、今日はSKE さんの劇場です。スピンだね。なんかスピンだとさ、なんか目がパリーン犬って犬じゃないです。ありがとう。お土産買えるかな。お土産は多分買えん、けどまあ、千穂ちゃんいなくて、私なんか千穂ちゃんいなくて何日間かずっとなんかなんか何かがなんかムーンって感じなんですよね。バイブス上がんないみたいな。ありがとうございます。ぬろすぬぬ、なんか早く帰ってきてほしい。それもありがとうございます。次のね、沖縄は多分一緒に行けます。ガラ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 、なんか外では犬が吠えてるな。賑やかだ、朝から。みんな早起き、ほんと。てかみんななんで起きてんの？お仕事ですか早くない？みんな早いよね、お仕事。仕事？新幹線、電車。実はオール夜勤じゃ。
夜勤終わり、え、そうなの、朝配信したらなんと夜勤終わりの人に会えるんですよ。お疲れ様です私が普段朝配信しないからさ、そんで夜やったらさ、多分夜勤されてる方は私の配信をそんな見れない。お疲れ様です。私が中村舞です。私の通知で起きた？おはよう、起こした、よかった。久しぶりに拝見、ありがとうございます。久しぶりの拝見がこんな感じだなんて、うわーうわー、ありがとう。舞さん、舞です。なんか顔やっぱ違う？顔違いますか？なんか何かが足りません。いつもより目が大きい。なわけあるかいつもより目が大きかったらあれだよ、メイクしてる意味あんまない。七並べしてました？私ね、何気にね、たまーに七並べやってるんですよみんなに言ってないけど、だから多分遭遇あんまりしてないんですけど、やってるんですよ。ありがとうございます。でもね、開けて2、3回ぐらいしたら時になんかバースト大体させられて、なんか怒ってやめるんですよねなんかめっちゃ怒ってやめて、すごいゴロゴロしてる。今日の BGM はポコ太郎でお届けします。マジでこれ配信にどういう風に聞こえとんじゃろう。私の耳にはすごいいっぱい聞こえてます。お腹の音じゃないです。脱水中ってあの洗濯機のね、あれ映らんかった。なんかポコちゃんご飯隠すんですよ。でなんかあげたらあらゆるところにご飯を隠すんですけど、なんか昨日はなんかハムスター用のグラノーラがあって、そのグラノーラの中に入ってるバナナをあげたんですね、あの乾燥のチップスの。そしたら結構大きめだったんですけど、そのバナナをなんかすごい隠しててそうで、なんかところどころこうそのバナナをまたこう出して手で持って食べてるんですよ。めちゃめちゃ可愛い。いや口の中にも隠すんですけど、普通にあの何ですか、床とかにもこう埋もれてじゃない、何ですか、埋めて隠すんですよね。どれもありがとうございます。本能なんかな。餌はそんなにそう頻繁にあげるわけじゃない。そうなんです。でもなんかそう、ご飯をなんかこんぐらいのなんかハムスター用のご飯があって、これ全然伝わらんと思うんじゃけどこんぐらいのご飯があって、それをだいたい10粒とか12粒とかあげるんですよ。
そしたら全部一気にほっぺに入れるんですよ。なんで食後はあの胃に行くんじゃなくて全部ほっぺに行くわけですね、ご飯が。とりあえず全部このほっぺに詰めるんですよ。でほっぺがめちゃめちゃ大きくなってこうふわっ、でそのほっぺから定期的に取り出して食べるっていう。めっちゃ入るよ。だからなんかおきちゃんがなんかちょっと2日ぐらい家開けるって時にポコ太郎に2日分のご飯をあげたら2日分のご飯をこう全部食べちゃうわけですよ。もうこうほっぺに全部入れちゃうわけで、だからあげればあげるほど全部入れちゃうみたいな。なんかその配分ができないんですね。あのこれが今日の分とかはできないから、だからもう全部入れちゃうみたいな。もうもうしょうがないだし、かわいいよね。めっちゃ入る、すごいよね。でもさ、なんかご飯をほっぺに入れたらさ、なんかふやけるんじゃないかなってめっちゃ思うんだけど、ふやけないの。すごい。ハムスターって唾液出てないのかな、なんか謎だけど。いや、いつもカリカリのご飯食べてるよ。なんか多分頬袋ってやつがあるんですよね、ここに。たまにね、なんかご飯を取り出してなんか何ですか、そのベストポジションを探してるんですよ、ご飯を入れるところの。なんか一回出して、でなんかもう一回こうやって入れ直してる時があって、ご飯を。それが可愛い入れ直してると思って。そう、ご飯のベストポジ。いや、リバースではないですあの決して。ありがとうございます。そうあるよ、ポジション。お姉ちゃんも起きてますね。中村家起床マッサージしとこう。お姉ちゃんも起きてる。そうです、お姉ちゃん仕事行くんですよね。ぼこちゃんが寝る時間は部屋じゃない、家が明るくなった、なんか日光が差してきたりしたら寝るかな。おはよう、みんな。おはよう、世界のみんな。今日劇場行きますね。ありがとうございます。私も劇場に行きます。なんと、なんか緊張する。配信で見る、ありがとう。すごい、朝からにぎやか。おはようボット、そろそろ更新。そうなんですよ。何時ですか？7時半ぐらい、半過ぎぐらいにはしたいですね。それくらいには終わろう。じゃあ、ボットです。20分か。
ポコ太郎はまだ寝てます。ぼちゃんもう寝て。寝てくれ、お願いだ。グリフラ、あのね、長崎のツアーはグリフラ歌ったんですよ。あの神奈川県はハロウィンナイトだったんですけど、11月その長崎でやったのはグリフラ、そこそのハロウィンナイトの場所がグリーンフラッシュに変わりました。沖縄も変わります。なんでそこは何でしょうね、まあ、知ってるんですけど変わります。あ、ウングレットじゃなかったね、ほんと。ラップ上下の、そのラップはオキちゃんとやってました。わかるの、七月がいたことくらい。わかってたはずなのになぜつらい。本当は好きだったんだろう。恋だって認めなかったフィーロー。梅雨がても心は丸見え。沈んだその声漏れる Love you。 傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる。ドルルルル。朝ラップ。その格好似合ってる。これフードかぶってるだけですけど、はい。じゃあボサボサなんですよボサボサ隠そうと思って。誰と仲いいですか？なんかね、私の困ることがあって、なんか私ドラフト3期生なんですよね。でドラフト3期生っていうのはその各グループに同期がいるわけですよ。なんかこうオーディションがあって合宿とかして、でそこで最後のオーディションでこう振り分けてもらうって感じで、各グループに。なんかね、各そのグループに全グループに同期がいるわけで、ちょっと特殊な感じなんですよね、ドラフトって。でなんかその各グループで仲いい子いますかっていう質問に対して、結構私そのオーディション中に人見知りをすっごく発揮して、もう本当に心を閉ざしたままだったんですよ。なんでなんかあんまりそう、なんかこう頻繁に連絡取ったりする人が全然いなくって、でそうなのよ。なんかね、正直本音を言えばなかなかそのなかなかね、そうそうそう、あんま、あ、そうだったんだ、やめて、その空気もちょっと傷つくじゃないですか。それで、あの会ったりしたらめっちゃ話したりはするんですけど、仲こうなんて言うんですか、頻繁に連絡を取るとかがあんまなくって、あと卒業しちゃったってのもあるんですけど、何色、黄色、チームに分かれてたな、確かに。聞いちゃいけない質問？そんなことないよ。ただなんか私に質問してもちょっとつまらんよってすごいごめんなって。やっぱりね、そうなんかね、もう心配になるでしょ、私がこんなにこう心閉ざしてたら。ありがとうございます。ピンキーオオカミ
もう狼みたいな感じじゃない、ハムスターみたいな感じいろいろに逃げ回ってる一匹ハムスターねえ。なんかそのオーディション期間中だけじゃ心はね開けんかったんよ。なんかやっぱり完全には開けんくて、仲いい子たちいっぱい話したりもしたし、そうできたんですけど、やっぱ離れちゃったりしたらよりそういうのがなくなっちゃって、そう年単位必要で、そうですよ。なんで本当に私仲良くなったりっていう か、 なんか心開くのに2年間ぐらいかかるんですよで今度3期生オーディションあるじゃないですか。なんで私多分仲良くなれるっていうか心開けるのは今23なんで25歳とか25歳とかにやっと心開く大変でしょ。2年間ぐらい必要です。時間かかる。人見知り、なんかなんて言うんだろうね。難しいよ。難しいよ。2期生も結構かかったよ。かかりました。リッセももかちゃん、同じ四国のグループなんですけど、多分初めて写真撮ったのも2年間ぐらい空いてた。一回も写真撮ったことなくて初めて写真撮ったの割と2年間ぐらい空いてた。もうなんか仲良くなったらもうめっちゃ仲良くなるんですけど、その何ですか、一回心を開いたらもうブワーンっていくんですけど、その心を開くまでの時間がすごい長くって、なんかねえそうなんよね。おきちゃんとはやっぱ同期少なかったので割とレッスンとかもずっと一緒だったからかな、そこは割と早かったかもしれん仲良くなるの。千穂ちゃんともそんな感じ。なんか千穂ちゃんはなんか初期の頃からお尻を触ってきました。なんでお知り合いになるにはやっぱりお尻を触ることが大事なのかもしれません。ありがとう。お尻でつながるはみんなも仲良くなりたい人がいたらお尻を触ってみたらいいんじゃないかと思いますそしたら、あ、お尻触られたって思って話すネタができて、でなんかお知り合いになれるかもしれませんつかまる、あ、道行く人にやっちゃダメです。歩いてる人とか仕事場の人とかどうですか隣のデスクの人とか、仕事場上司上司のお尻触ったことある人とかいるのかな、気になる。部下は触りやすそう、上司は
と失礼します。セクハラ、あ、セクハラにならない感じで触ってください。かわいい。どうせでもセクハラになる。嘘、そうなん？じゃあ私セクハラ受けたん？でもセクハラだと思ってないよ。お尻ハラスメント。あー、同意がね。じゃあ同意を受けた上でです。あの、触ってください。皆さん宣言した方がいいですよ、触る前に。びっくりした。え、覚えてない。私お尻触られたの。お尻に感覚あるはずなんじゃけどね。なんかプロなんですよね、お尻触ってくる。なんか本当に腰に手回すような勢いでお尻に手回す、お尻に手回すっていうのかな。なんかさりげないボディタッチがお尻だったみたいな。なんか気づいたら触られてたみたいな。プロです、プロフェッショナル。褒めてます、プロのお尻鑑定士。朝からそうお尻の話をしてしまいました。ポコ静か。え、ポコそろそろ寝る。夜勤お疲れ様です。そろそろ30分経った。嘘、終わろう。ちょっとじゃあポコちゃんも最後に移して。ポコちゃん、あれあれ、いなくなった。ポコちゃんが家に帰…あれ、ちょっと待って、帰宅？帰宅ポコ？ちょっと…悲しい…あー、ポちゃん…ポちゃん…え、いる？これポコちゃん、どっかにいる？脱走？脱走なはずない。逃げた。え、逃げてないよ。見えないね。いないのかな、あれ。ちょっと待って、あれ、ちょっと待ってね。電気どこ行ったかな。電気を探す。あった。よいしょ。あ、出てきた。電気持ってきたのに今ライト照らそうと思ったら
出てきた。ぽちゃんの部屋、パリピの部屋みたい。パリピライト。ぽちゃんの家。これね、あのね、この電気ね、あれでもらった、スーパーボールすくいしたらね、なんか100個以上すくったらね、この景品もらったんですよ。これ良くない？電気。はい、ぽちゃんバイバーイ。ぽちゃん、目が見えんね。あ、ここが光が。ぽちゃん、お疲れ様でした。夜勤。これで可愛い。おやすみなさい。ということで終わりたいと思います。楽しんで、ありがとう。誕生日ちょっとね、このあとね、すぐにツイッターを更新したいと思います。誕生日まーす。キットさん、パオさん、ヒッキーさん、ピーナッツさん、ヤマちゃんさん、アオさん、タケミチさん、福太郎さん、まゆたみさん、瀬戸内勉強中さん、ゆずきちさん、ココさん、スギウンさん、ありがとうございます。ということで、配信を見てくださった皆さん、ありがとうございました。おはようございました。ネクピローの置き方、これちょっとね、置くとこなくてね、ここにかけとんよ。ちいかわまたネクピローです。それではツイッター更新してまいります。またねー。Mm-hmm.